ビーズのシンガー稲葉浩志、日本を代表するロックバンドのシンガーであり、かっこいい、完璧、ストイックな人物として多くの方に知られています。しかし稲葉さんにはそんなイメージとは正反対の天然な一面があることはご存知でしょうか。そこで今回はステージ上の姿からは想像できない稲葉浩志さんのお茶目な天然エピソードを8つご紹介します。ラジオ番組で松本さんがリスナーに聞いた新曲の感想を自分が聞かれたと思って答えかけた。撮影でアメリカに行った際、うまく話が進まない現地の人とスタッフさんの間に入るも、二言三言話して離脱、全く何も言ってるか分かってなかった。取っ手がないコップをくるくる回してずっと取っ手を探していた。ホテルの部屋の窓から飛行機を発見、もっと近くで見ようと思って窓に近づいたら食器棚にぶつかってしまった。女の子にモテようとしてヌンチャクを始めた。下関のショーケースに来たことがあると思って久しぶりだなと思ってたのに、調べたら来たことがなかった。ハスキーな声に憧れてお酒でうがいをして酔っ払ってしまった。空港まで乗った車にスーツケースを置いたままフィリピンに旅立ってしまった。稲葉さん、可愛すぎます。